軽肺軽肺、または軽肺は結晶シリカ粉塵を吸入することで生じる職業性肺疾患の一種で血節を伴う肺状用の炎症と反痕を特徴とする人肺の一種に分類される軽肺症、軽肺症、軽粉症、軽粉症などとも言う古くはよろけと呼ばれた特に急性のものは呼吸困難、咳 発熱、チアノーゼを特徴とする。しばしば排水種、肺炎、結核と誤診されることがある。シラコシスという語は1870年にアキッテビスコンティによって初めて用いられたが、粉塵を吸い込むと呼吸器に問題を起こすことは古代、キリシアローマ時代から知られていた。16世紀半ばには、ゲオルクアグリコラが、 粉塵吸入による甲府の肺病について記録しており、1713年にはベルナルディーのラマッチィーニが、石切り職人に、気管支ぜ息様の症状が見られ、肺には砂のようなものが溜まっていたと書き記している。産業機械の発達により、手作業の時代と比べ発生する粉塵の量は増大し、1897年の手持ち削岩期の 使用開始と1904年頃のサンドブラスト導入は共に軽肺有病率増加の大きな要因となった。軽肺は疾患の重症度、発症までの期間、進行の速さによって以下のように分類される。慢性軽肺の進行は緩慢なため、曝露から兆候や症状の発現までには数年かかることもある。兆候、症状には以下のものがある。 進行例では、以下の症状が見られることがある。軽肺患者には特に軽肺結核と呼ばれる、結核感染が起きやすく、発症率は通常の3倍になる。リスク増大の理由については、よくわかっていないが、シリカが肺のマクルファージを傷つけることで、マイコバクテリウム属を殺傷する能力を損なうのではないかと考えられている。長期にわたって、 シリカ曝露を受けた労働者で軽肺には罹患していないものの結核感染リスクは通常の3から5倍の高さを示す。軽肺に合併する排出管には他に気流制限を伴う慢性気管支援、非結核性マイコバクテリウム感染症、肺新菌症、大小性気種、気境などがある。特に急性警戒、加速性警肺において人炎、全身性恐怖症、 全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患と、軽肺との関連性を示すデータもある。1996年、国際癌研究機関により、医学データの検討が行われ、結晶死理科は、人に対して発癌性がある物質に分類された。癌の発症リスクは、軽肺を基礎疾患に持ち、肺癌の相対リスクが2から4倍の患者において、最も高かった。 このことは後に発表された数多くの研究によって確認されている。2006年、ペルッチラは、軽肺と癌の関連性はここに確立された。これは、他の研究やメタアナリシスの結果とも一致すると結論付けた。シリカの粉塵微粒子を吸い込むと、粉塵微粒子は、肺の中で酸素と二酸化炭素の交換が行われる、肺胞や、気管深くに沈着することがあり、 その場合、肺は、炭や石の形で粉塵を排出することができない。シリカ粉塵の微粒子が、肺に沈着すると、粉塵粒子を鈍色するマクロファージが、主要エシーンシインターロイキンマイナス1、ロイコトリエン B4 などのサイトカインを放出することで、炎症反応を引き起こす。マクロファージはまた繊維目細胞を刺激して増殖させ、シリカ粒子の周りに、コラーゲン層を形成し、 その結果繊維症が生じ、また結節性病変が形成される。結晶シリカの炎症作用は、ナルピー酸インフラマソームが仲介しているとみられる。さらに、低素粉塵表面から、低素化合物のラジカルが生成され、そこから、ヒドロキシモと酸素ラジカル、過酸化水素が生産される。これらは、周辺細胞を損傷する。結節性系配に、 特徴的な肺の組織病理としては、中心部がコラーゲン繊維により、玉ねぎの皮様に球状の層をなした繊維性結節、中央部のガラス化、細胞周辺体における変更化で弱い複屈折を示す粒子の存在などが挙げられる。軽肺結節は結晶シリカに暴露した組織特有の反応である。急性軽肺では、 顕微鏡検査によりパス染色陽性の肺胞内、浸出液と肺炎器の細胞浸潤が認められる。ケイ素は地殻中で2番目に多い元素である。化合物としてのシリカ、つまり二酸化ケイ素は、ケイ素原子と酸素原子が結合してできる。酸素とケイ素は地球を構成する元素の約75%を占めるため、シリカは非常に一般的な化合物である。 大理石、砂岩、角石、粘板岩などの岩石や、ある種の金属鉱石に含まれ、砂の主要成分であることが多い。また土壌、モルタル、石膏、砂利中にも存在する。これら物質の切断、破壊、粉砕、潜光、研磨、ショットブラストにより微細なシリカ粉塵が発生する。シリカは、結晶、微小質、飛小質の3つの形態をとる。 有利シリカは、他の成分と結合しない純粋な二酸化ケイ素で、できているが、計算書は、塩2に、かなりの比率の比インが結合したものである。シリカコは、塩2を細かく砕いて不純物を取り除いたものである。シリカコは、光沢剤、干渉剤、体質顔料、研磨剤、化粧品の充填剤に用いられている。シリカコは、 急性頸肺を含めあらゆるタイプの警配の原因物質になると考えられている。警配は、アルファ型石英、クリストバライト、ウロコ形石の結晶質シリカを含む微細な吸入性粉塵の肺への吸入、沈着によって起こる。警配の診断には重要なポイントが3つある。第一に疾患を引き起こすのに十分な量のシリカ粉塵曝露が、 患者の生活歴に見られること。第二に、胸部画像に警肺に一致する所見が見られること。第三に、警肺以上に、身体異常を引き起こす、可能性の高い他の基礎疾患がないことである。複雑性警肺でない限り身体診察は、通常あまり重要ではなく、身体所見も、警肺特有のものは存在しない。肺機能検査で、気流制限、高速性障害、 核酸脳の低下、またそれらの複合障害を示すことがあるが、正常な検査結果を示すこともある。多くの症例では、組織性検は不要だが、一部の症例では、主として他の疾患の可能性を排除する目的で、組織性検が必要となる場合がある。複雑性でない警戒では、胸部 X 線検査で、肺、特に上肺部に、小さな血節の存在が確認される。 ILO の分類を用いれば、陰影密度1、0以上、及び形状、サイズ P、Q、R にあたる。肺部の病変は、疾患の進行に伴い拡大する。進行例では、特に上肺部において、小陰影が融合してできた大陰影が見られる。肺セミの収縮に伴い代償性肺気種の発症を見る。肺門の拡大は、慢性軽肺。 加速性軽肺では一般的である。症例の約5から10%で血節の周焉が石灰化し、いわゆる乱獲状石灰化を呈する。ただしこの初見のみをもって、軽肺と診断することはできない。症例によっては、肺結節全体が石灰化することもある。コンピュータ断層撮影でも、肺の詳細なモード分析が得られ、軽肺に随伴する。 マイコバクテリウム感染によって生じた肺の空洞を示すことがある。軽肺の最善の予防法は、吸入性結晶シリカ粉塵が発生する業務を特定し、粉塵の除去や管理を行うことである。粉塵発生の多い場所では殺水か、しばしば活用される。乾式エアフィルターによる粉塵管理も有効である。インドラクナウでの工場作業員の体験をもとに、 ラットで実験を行ったところ、インドに古くから伝わるジャガリーという砂糖に、粉塵や梅炎による肺疾患を予防する可能性のあることが分かった。軽肺は不可逆的に進行する疾患であり、感知のための治療法はない。現時点では治療は症状の緩和と合併症の予防に重点を置く。以下のような実験的治療も行われている。軽肺は 世界で最も広く見られる職業性肺疾患であり、世界各地で発生しているが、特に途上国に多い。中国では、九百九十一年から九百九十五年まで、軽肺により、毎年に万四千人以上が死亡したと報告されている。米国では、百万から二百万人の労働者が、結晶シリカフンジニーの職業性曝露を受けており、うち五万九千人が、 生涯のいずれかの時点で警戒を発症するものと推定されている。米国疾病予防管理センターのデータによると、米国における警戒は比較的稀である。警戒による死亡は1968年から1999年の間に84%減少し、1999年には警戒を直接、関節の死因とする死者は187名のみであった。 なお、ミシガン州、ニュージャージー州、オハイオ州における警戒の症例には、産業、職業と強い相関が見られる。警戒は、数百年前から知られた疾患であるが、工業の機械化により、空気削岩器による鉱山の削岩や、多くはなかったものの葉っぱによる採光なども行われ、岩粉の大量発生による、警戒患者の多発につながった。 米国では1930年、ウェストバージニア州、ゴーリーブリッジに近いホークスネストトンネルの工事によって警戒が蔓延し、少なくとも400名の作業員が死亡した。死者の数は、米国南部出身のアフリカ系臨時作業員を中心に、優2 0 0 0名を超えるとする文献もあるが、発症した作業員は解雇され、現地を離れたため、正確な死亡数の把握は困難である。 このホークスネストドネル災害は、米国最大の産業災害として知られ、この時の警戒蔓延がきっかけで、できる限り粉塵吸入を避けようと、いわゆる、甲府髭を生やす者も,も現れた。大麻乗用車ではシリカに汚染された大麻の吸引によって、警戒を発病するとする説もあるが、この説を支持する、科学的データはない。土壌中のシリカ含有量が高く、 砂人嵐の多い地域では、シリカへの環境暴露による慢性単純性気配の発生が報告されている。鑑識法による採掘の結果、粉塵発生とそれによる警戒発症により、廃墟と化した場所にネバダ州デラマーの採掘場がある。警戒で多数の死者を出したデラマーは、ご家海町とも呼ばれた。作業環境は、ドリルにノズルを取り付け、 最高時に、ノズルから霧状の水を出し、作業時に発生する粉塵を泥状にすることである、程度の改善を見たが、同時に最高作業の非能率化にもつながった。軽肺は、工業、サンドブラスト、採石、セラミックス鋳造、研磨、石材加工、耐火電が焼成、破壊仕料、養業など、シリカ粉塵への業務暴露が起こり得る職業の、 労働者にとっては労働災害である。結晶シリカ粉塵への一時的な意思短時間の暴露では臨床的に優位な排出感は生じないとされている。粉塵マスクなどの予防策により、西洋諸国での軽排死亡率は一定の減少を見た。途上国では労働条件が悪く、マスク等の装備もほとんど用いられていない。一例として、ボリビアポート市における 銀山甲府の平均寿命は、軽肺のため40歳前後にとどまっている。近年、トルコにおける、デニムのサンドブラスト加工所で、状態化した劣悪な労働環境から軽配が発生し、デニムのサンドブラスト加工も、新たに軽配の原因と認められた。軽肺は、クリストバライトを含むカリフォルニア州の土壌から出た、粉塵を吸入した馬にも見られる。 社会リアリズム画家のノエル・クーニハンは、連作、甲府で、1940年代に、オーストラリアの鉱山で働き、警戒にかかって、死んでゆく労働者を描いた。砂漠地帯では砂人への長期暴露により、被植行政の警戒が発生するとされ、サハラ砂漠、リビア砂漠、ネゲブでの症例が報告されている。この種の警戒は、砂人の灰への沈着によって起きる。 湾岸戦争後に初めて診断された疾患にアルアスカン病があり、微生物抗原を含んだ砂塵への曝露によって発症すると考えられているが、砂漠肺疾患はこのアルアスカン病と関連している可能性がある。シリカ粒子及びシリカ粒子に媒介された微生物がこうした健康被害にどの程度影響しているかは不明である。ニューモノウールトラ。 マイクロスコーピックシーコボル系のコニオシスは、オックスフォード英語辞典によれば、A, Factitious Word Alleged to Mean, A Lang Disease Caused by the Inhalation of Very Fine Silica Dust, Coching Inflammation in the Langs, である。この定義を満たす疾患は、通常系配と呼ばれており、この語は、種として、ちょうだい語の例に挙げられるだけの語である。最も長い英単語として作られた、 アルファベット45文字からなる造語で、現行のいくつかの辞書に掲載されている。これまでに英語辞書に掲載された語としては最長である。全日本金属鉱山労働組合により対策法案の立法措置が求められ、1950年2月に経戒病法案が労働省で作成されたが、国会には提出されなかった。 1951年に保守革新の85名の国会議員が参加した国会警配対策委員会が設立。1954年5月に政府が次期国会に法案提出を言明したが、1955年に第5次吉田内閣が総辞職して、第1次鳩山一郎内閣が誕生すると決定は白紙に戻された。1955年、 警戒及び外傷成績髄障害に関する特別、保護法法案が衆議院に提出され、同年9月から施行された。ありがとうございます。